ジンバースは日本の男子プロバスケットボール選手である。横浜 B コルセアーズ所属。アメリカが州国カリフォルニア州出身。ポジションはスモールフォワードおよびシューティングガード。アフリカ系アメリカ人の父と日本人の母を持ち、日本国籍である。小学区はクラレンドン。中学校はミルバレーミドルスクールを卒業。さあ。 フランシス・ドレークハイスクールでは、バレーボールとバスケットボールの2つのクラブに所属しており、バレーボール選手としても最優秀新人アタッカーを受賞しているが、バスケットボールクラブでもチーム MVP を受賞している。進学したカリフォルニア大学、マーシド校には、バスケットボールチームがなかったためバスケチーム UC、マーシド・ゴールデン、ボブキャッツの創設を大学側と交渉し、 コーチの獲得、ナイアリーグへの加入手続きなども自分たちで行った。2シーズン連続オール、カリフォルニアパシフィックコンファレンスファーストチームに選出。2012から13は、カリフォルニアパシフィックカンファレンスプレイヤーオブザイヤー、およびナイアメンズバスケットボールオール、アメリカンサードチームに選ばれた。2013年5月、アーリーエントリーで浜松。 東三河フェニックスと練習生契約を結び、後に選手契約を結んだ。2014年、日立サンドッカーズ東京に移籍。2016年に B リーグが開幕し、サンドッカーズ渋谷の主力選手として活躍した。2016年、日本代表候補に選出された。2017年オフ、千葉ジェッツへ移籍する。2019年6月28日、 横浜 B、コルセアーズに、移籍2019から20シーズンは41試合すべてで、先発し、1試合あたりの出場時間、得点、リバウンド、スティール、ターンオーバーの各指標で、自己キャリアハイを記録した。2020年4月に、フィバアジアカップ2021予選に向けての日本、代表候補に初招集された。2020から21シーズンも開幕から、 スターティングメンバーとして出場を続けたが、2021年2月20日に、右足関節内有利体の摘出手術のため、チームから一時期離脱した。47試合の出場、1試合平均で27.8分出場、10.4得点、2.9リバウンド、0.8スティールを記録した。ありがとうございます。